今日の訓練は楽勝だったな。お前に俺の斬撃の鋭さを見せたかったぜ。ねえねえ、坊主頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。すごい。じゃあ人類最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああ、そうだぜ。もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者？かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。だけどよ、その分嘘だってバレた時あの子はショックだろうな。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。